2017年新語・流行語の年間大賞に輝いたインスタ映え。11月 SKE48 の松井樹里奈がインスタグラムを怒涛のごとく更新。普段はあまり更新をしない樹里奈の突然の鬼更新に各メディアは騒然。その投稿にはこんな文章が。インスタ映え100枚チャレンジ。100枚。え、この明日、今日と明日で。そうですよ。え、知らなかったんですか。そう、知らなかったの。多忙なジュリナが韓国へ。1泊2日でインスタ映えする写真を100枚アップせよ。時間がない、時間が。のんびりしてる暇は全くない。しかしジュリニャン、お買い物したいの。まさかのプライベートタイム。買いましたね。買いました、やった。もう満足、おやすみなさい。まだ次の。果たして100枚アップできるのか。インスタ映え間違いなしのグルメやスイーツが続々登場。全世界のインスタグラマーも必見。松井樹里奈のインスタ映え100枚チャレンジ旅。インスタ映え100枚チャレンジ始まりましたね。頑張ろう。シュッと。さあさあ、はい、1軒目ですよ。1軒目、こちらはですね、韓国の六本木ですね。韓国の六本木。六本木。頑張って。頑張って。好きなプロレスでテンション上げてる。六本木プロレスですね。なんですか。六本木 3K っていう。3K。はい。で、それとは関係ないんですけど、全く。はい、若者が集う韓国の六本木、イテウォンにあるカフェフランク。なんでもインスタ映えするとっておきのスイーツがあるんだとか。その前におしゃれな店内で撮影開始。シャッターを切るのはメイクのりょうさん。さすが美のスペシャリスト。インスタ映えする写真を連発。一方、湯浅支配人の写真はこちら。撮る人って大事なんですね。影すごい。そうこうしているうちにお目当てのスイーツが登場。とってもカラフルなロールケーキ。すごい。このスイーツ目当てに韓国のインスタグラマーたちが全国からやってくるんだとか。すごい有名なんですね。このロールケーキを使って今回は動画撮影に挑戦。牛柄のケーキ、そして牛のしのジュリナ。おしゃれな動画はムービージェニックといって今年ブームになるんですって。私もやってみよう。気になる虹色のロールケーキの味は。どんな味。紅茶の味がする。すごいよね。紅茶の味がする。美味しいんですけど。こんな食べたくなる。おいしい。これめっちゃ美味しいですよ。続いてジュリナさんがやってきたのはおしゃれタウンのイテウォン。あ、ナレーションは SK48 の菅原麻也が担当します。緊張してるんですけど頑張ります。こちらはとにかくインスタ映えしちゃうグルメがいっぱいあるんです。中でも人気の一品が日本のたこ焼きをイメージしたこちら。小さいタコが丸ごと入ってるんです。出てますね。タコがプリプリ。日本のとは違います。たこ焼きなんだけどすごい新感覚。おいしい。彼女と韓国のたこ焼き屋さんナウに使っていいよ。この後もおしゃれなストリートでたくさんの写真を撮るジュリナさん。全部かわいい。菅原も真似しなくちゃ。中でもインスタ映えするグルメが。火があったかい。火がする。何、チーズが。一体何をファイヤーしているのかというと、プリプリのエビと分厚い牛肉。バーナーで炙ることで香ばしさがより際立つんですって。これいいですね。食べたい。目で見ても楽しい。さらにこれだけでは終わりません。
見てください、チーズをたっぷりかけるんです。おいしそう。すっごい豪快。韓国ではこれをチーズの滝と呼んでいるんだそうです。あー、どう、最近ありますし、いっぱいね、こういうのありますよね、流行ってる。ジリナさんはこのチーズの滝をムービーで撮影、日本円で約1780円、なかなかの高級品。あー、ね、菅原も食べたい。ジュリナさんください。かわいい、これは美味しい。これが美味しくないわけないよね。肉もうまい、エビもうまい、チーズもうまい。最高。と、ここでなぜかなんで食べるの、湯浅支配人も食レポに挑戦。まずいわけないし、うまくないわけないし、何か仕事言ってる。これいります、この絵いります、これ、うん、もうなんかお父さんと娘みたいな感じで、もう旅行来たみたいになってきちゃう。今回はアップする時間がなく、残りは93枚、頑張ってください。いや、もうめちゃくちゃ美味しそう、うん、これ見てるとずっと食べてるね、はい、私私食べてる映像しかない、ね、すごい楽しい旅だよね、うん、さあジュリアさん、はい、今度はですね、オルチャンメイクです。オルチャンメイクをぜひ韓国に来た方には、はい、していただこうかな。私もこちら 3C ご存知ですか。もちろんですよ、いっぱい持ってますよ私も。あ、そうですか、こちらの、はい、ここでちょあのコスメを選んでいただいて、はい、あのセルフメイクができるという、すごい、やりたい、行ってみましょう。今日本でも流行ってますね。韓国を代表するファッションエリア、カロスキルにあるコスメショップ、今や韓国だけではなく日本でも大注目されています。菅原も今すぐ行かなきゃ。店内もガーリーでおしゃれ。早速ジュリナさんもシャッターを押します。どこを切り取ってもインスタ映えしちゃいますね。さらにさらに、こちらのビューティーサロンは店内の気になったメイクアイテムを実際に試すことができるんです。メイクの部屋も可愛い。ということでジュリナさんがオルチャンメイクに挑戦、貴重なメイクシーンをどうぞ。オルチャンとは韓国語で可愛いという意味です。オルチャン、あ、よい。濃いめのリップとふんわりチークがジュリナ流オルちゃんメイクのポイントなんだとか。菅原も今度やってもらおう。ね、感情こもってない。めっちゃこういう必要なメイク。ご呼びだから、いつもご呼びだから。いいですね、写真撮りましょう。これでね、ピンクのコスメを手に持って、さすがジュリナさん、オルちゃんメイクがとっても似合いです。てかこの鏡すごい、このライトすごい、ここ絶対可愛くなる。本当にこの鏡の前なら誰でも可愛くなるのでしょうか。というわけで、よしさんさんってここだとめっちゃこれで可愛くなる。これも松井ジュリナと湯浅ひろしインスタ100枚チャレンジさんですか。完全にね、やだやだやだ、何これ、もう何の動画これ。こっちが聞きたいよ。でもこれを引き受けてくれる優しさ。すごい、チークとかもすごい、チリの状態。こちら55歳のおひげのおじさんが、なんということでしょう。すっかりインスタ映えしてしまいました。オルちゃんだ。韓国の原宿とも呼ばれるファッションエリア、カロスキル。洗練されたブティックやセレクトショップがいっぱい。かわいい、かわいい。いや、オルちゃんメイクしましたんで、したあれですね、次のスポットに行きましょう。どこですか。スイーツですね。スイーツ、はい、いや、もうめっちゃスイーツ食べましたよ。いや、でもスイーツ、だってここせっかくカロスキルにいるのに、はい、カロスキルの、カロスキルのスイーツ、オルちゃんスイーツ。え、買い物ですよ。買い物ですか。でも買い物したら100枚取りきれない。やだやだ、買い物したい。本当ですか。だってせっかく韓国まで来てカロスキルまで来たのに買い物しない人いない。わがままだな。今日はインスタ撮るしかないですから、今日買い物行きましょう。買い物、わがままだな。スイーツ行きましょう。いやです。スイーツもいっぱい食べました。食べた。
もうジュリアさんに言われたら、はい、あ、ちょっと可愛い、オルちゃん風に、オルちゃんお願いしますといただければ。可愛くお願いします。可愛く言えばいいってこと？あ、中京テレビの工藤プロデューサーが OK って言えば、ね、え？いいですよね。OK、ここに向けて。OK。工藤さん、自分に言われてるつもりで聞いてください。わかりました。いいですか？ジュリニャン、お買い物したいの。どうぞ。めっちゃ簡単じゃん。好きなだけ買ってくださいって言われて。嬉しい。イエイ。私が行きたいお店どこだろう？あの、ね、階段の。階段の水みたいだ。あ、その何でもジュリナさん、数ヶ月前に来たお店にどうしてももう一度行きたいそうなんです。おおお、これじゃない。お仕事で何回か韓国行くから、はい、その時に見たんだけど、その時は買えなくて、時間もなくて、インスタを忘れお店探しに夢中と、その時インスタ映えの場所を見つけたよ。マジ？すごい本気。さすが。フランキじゃん。私全然今本気じゃなくて。もう買い物のことで頭いっぱい。涼さんが。さすがメイクの涼さん。今回残念な写真しか撮れない湯浅支配人に代わり、ほとんどの写真をメイクの涼さんが撮ってくれています。助かりました。色合い、構図、表情、どれを撮っても完璧です。メイクの涼さんがいてくれて本当に良かった。本当に思ってる？すみません涼さん。いやいや。ジュリナちゃんお買い物モードになっちゃってるんで、100枚あげれるかなって心配になっちゃって。優しい優しい。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 ついちょっと写真撮っちゃってます。そんな涼さんの気持ちはさておき、ジュリナさんは相変わらず洋服屋さん探し。これって決めたらそれは終わらないと気が済まないタイプの人だから。ここの奥のところのライトのところが可愛いから。すごい。涼さんがインスタ映えするっていうふうに。涼さんがインスタ映えするスポットを見つけた。え？涼さんがインスタ映えするスポットを見つけた。恥ずかしい。ジュリナさんは完全にプライベートモード。仕事以上に手は抜きません。ジュリナちゃん、あそこの2階が可愛いらしいよ。お店から出たところで必死に声をかけるメイクのリョウさん。しかしその声はジュリナさんには届かず。リョウさん、とっても寂しそうです。鼻あるんだけど、やだやだ、下の文字が邪魔ですよねっていう話にわさだとなったの。あ、待って、ついに、あ、ここや、ありました。キレキレしてる。ここや、めっちゃ目が来たかったお店が、うん、ここ。この度一番のテンションでようやくお目当てのお店を発見。お、満足そうな感じ。買いましたね。買いました、やったー。両手になかったんですけど、ずっともう満足、おやすみなさい。まだ次のスポットがありますんで。なんで？まだもう夜です。見て。何枚あげましたっけ今のところ？百枚。百枚じゃない。今のところ何枚あげました？百枚。いや百枚あげてないですよ。百枚。何枚です？終わった百枚。何枚ですか？11枚。行きましょう。やばいですねこれ本当に。行きましょう。本気でやばいやつですよ。10分の1ぐらいしか。もう。百枚行く気がしないですよ。買い物してるからですね。どうしよう。買い物してるから。はい、行きましょう。行きましょう。買い物してるから。買い物。1日目最後のインスタ映えスポットはこちらのレストラン。お店に着くなりサインを求められるジュリナさん。あ、ここからのナレーションは私 SKE48 後藤ララが担当します。Leave it on me。ララどこ？ララどこ？でここですね、ジュリナさん、はい、夕食ですよ。はい、お腹空きました、確かに、はい、もうとにかくもうインスタ映えのする、え、何ですか、気になる。そしてもう絶品の、なんだろう、夕食というか、でもきっとジュリナさんに喜んでいただけると思って。何、気になる。私食べるの大好きで、食べ物だけは本当に妥協したくない人なんですよ。そんなハングリーなジュリナさんもきっと満足できるお店、ロコロコチョゲチム。何でもこちらのお店に宝石箱と呼ばれるメニューがあるんですって。さあ来ましたよ。
うわー、うわー、すごい盛りました。何これ、すごい、思わず岩さんも踊り出す。蓋を開けたらまさに宝石箱や。その日に仕入れた新鮮な貝やロブスターなど色とりどりの魚介類がどっさり。あれじゃこれなんだけどね。カレー美味しい。あまり海鮮じゃない。海鮮がね。海鮮あんま好きなんですよ。あ、本当ですか。あれ。特にお寿司とか大丈夫なんですけど、はい、こういう殻ついたやつちょっと無理。怖いですよね。Unbelievable。なんとエビや貝の見た目が苦手なんですって。でもインスタ映え100枚のため写真を撮ります。すごい。うわ、うわ。気持ち悪い、怖い。怖いんだよ。でも撮影映えするよ。顔見たい。顔見たくない。両さん優しめ。うわ、怖い。そう。よく見ると顔が引きつってますね。でも引きつってても so lovely。 あら嬉しい。さあ写真も撮り終わっていよいよ試食タイム。貝が苦手なジュリナさんの代わりに湯浅支配人が食レポに挑戦。次はどんな感じかな。エビなんですか。そうなんだ。あのね、湯気で真っ白です。あのね、あ、美味しそう。あ、イエーイ。麺が来た。気を取り直して締めのうどんをいただきましょう。私も食べたい。美味しいけど辛い。辛いんだ。私辛いのも苦手。美味しくていっぱい食べたい。ちょっと聞いてるよ。Oh my god! なんとジュリナさん、辛いものはもっと苦手。やばい、あったから来るこれ。あ、すごい、すごい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。頑張ってるよ、今ジュリナさん。我々もちょっとあのインスタ映えするとこはリサーチしてたんですけど、やっぱジュリナさんの好みまでちょっとリサーチしてた。大事でしょ。ちょっとちょっと一番の巡るスポットは今日ここで終わりということで、今何枚行きました。一枚行きます。それ何枚今日夜頑張りますよ。これ寝ずに時間見てみます。18枚。あと82枚。2日間しかないのに、撮影自体終わりですか。私の夜は終わりません。何言ってんの。ジュリナさんこの日疲れて結局6枚しか食べてなかったですよね。そう、6枚そう、6枚です。この日、はい、夜夜結局なんか寝ずに頑張りますとか言って、うん、夜は終わらないとか意味わかんない。結局6枚しか。でもう一個変だなと思ったのが、何ですか。あのジュリニアンお買い物したいなみたいな。可愛かった。可愛かった。ジュリニアン絶対あれはやばいなって自分で見てて思ったけど、もうねこのナレーション担当してくれたみんなは本当にもう SK の中でもやっぱめっちゃ可愛いなと思うメンバー。みんな可愛いけど。そうですね。特にね。だからそのメンバーにやってもらいたいなって思うね。一人ずつです。やだよ。で菅原最後でね。なんでやだ。そこまで嫌がられるとなんだか面白くなりそうなので、菅原は最後のお楽しみということで、まずは SKE48 のおねだり上手ツートップが挑戦。みんなの妹エゴユーナのおねだりからご堪能ください。3、2、1。ゆうにゃん、お買い物がしたい。いっぱい買ってにゃん。かわいい。恥ずかしいこれ。買う買うこれ。続いては新曲のセンターを務める次世代エース小畑のおねだりだにゃん。ゆなのおねだりまで3、2、1。ゆなね、お買い物がしたいのお願い。かわいい。かわいい。みんな何でも買っちゃうよ。ね、何でも買っちゃう。買っちゃう。すぐまだそんな顔しないで。すごいしょっぱい顔してる。
この後菅原のおねだり炸裂です。さらにもう頑張ったんですなんか最後になぜかジュリナが大慌て。それは本当に中京テレビの無料動画アプリチューンでは全16話完全版を配信中。お見逃しなく。チャレンジ中に突然飛び出した松井ジュリナのおねだり、これをニャンニャンが世界一似合わない菅原マヤが挑戦。そんな菅原のおねだりまで3、2、1。菅原、今欲しいものがあるから買ってほしいです。お願いします。すごい、一回ちょっと退散してもいいですか。ダメ。打たれてるのが可愛い。もう頑張ったんです。また最後にジュリニャン見たいです。それは違う。頑張るんで。それ見たいですよね。見たい。生でやっぱり見たいなっていう。ジュリニャンの可愛い。はい、2日目なんですけど、はい、インスタ映えするスポットもちろん行くんですが、はい、ちょっとお洋服ですね、韓国 の、 その伝統的な洋服に着替えていこうかと思います。見たい見たい。もう着てるだけでインスタ映えしますからね。いいじゃないですか。行きましょう。はい、こちらのお店では韓国の伝統衣装ハンボクをレンタルすることができるんです。すごい、いっぱいある。え、かわいい。可愛いですよ。何これ。店内には色とりどりの衣装がずらり。特に海外のインスタグラマーに人気なんだとか。そしてジュリナさんが選んだ服がこちら。ベリーベリーキュート。あんまりピンクとか着ないからせっかくだから着てみようと思う。韓服に着替えたジュリナさんがやってきたのは80カ所以上の壁画が密集する通称壁画村。過疎化を止めるために地元の学生が中心となって壁に絵を描いたのが始まりと言われています。はい、もうあの場所決まっておりますんでどんどん行きましょう。じゃあリさん早速1枚目行きましょうか。はい、1枚目行きます。はい、このスタッフたちに任せていたらインスタ100枚なんて無理。敏腕コーディネーターのリさんが現場を仕切り出します。で、あそこがソウルタワー。すごい長かったんで、こっちが東大院。すごい、かっこいい。ここでも撮れる。あ、景色を撮る、ね、景色と自分と外壁まで入る。自撮りと、はい、あ、そう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 。で、外壁と街並みが撮れるというんですね。So beautiful。 もうリーさんの言うことを聞いていれば間違いなし。ディレクターさんも声を出して急いでいる感をアピール。ちょっともうリーさんがもうスピードが速くて誰よりも先に現場を歩く。それが敏腕コーディネーター。1枚目の壁画がパンダ。なんか安心感あったんだよな。どこで3枚ですかね。はい、1、羽2、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ行きますか。じゃあパンダ、韓国というよりちょっと中国っぽいですけれども行きますか。とりあえずいらんことを言うディレクターさんを無視して撮影開始。白い衣装とパンダがよくお似合いです。続いてインスタの定番羽。よく見るよ。エクセレント。本当にジュリナさんから羽が生えているようです。こちらは裾から見えたデニムをあえて見せてしまおうというりょうさんの大胆なアイディア。岩下さんは？あ、バレました。あれ？岩下いないのを気づきました。岩下いなかったね。あれ？いや、寝坊ではないです。はい、まずいわけないし、うまくないわけないし。1日目、旅を共にしてきた湯浅支配人。2日目はお仕事の都合で午前中はホテルにいるそうです。本当かな。もう満足、いっぱい撮れた今日。もう最高。もう終わり。まだまだです。今日これでも100いきますわ。
100行かないです。行きましたわ、これ。そうこれね、そう自分でムカついてきたわ、自分に。行きますな。やる気ある2人はもうどんどん前に行ってますんで。そんなもん、なんか。手振ってます。早い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 遠いよ、ね、2人で。めっちゃ早い。見えなくなった。その後も D& リョウにリードされながら順調に写真撮影をこなしたジュリナさん。続いてはナレーションは私小畑優奈がお送りします。ちょっと緊張していますがジュリナさんのためにも頑張ります。美味しくてさらにインスタ映え間違いなしの昼食を食べられるのがこちらと、ジュリナさんがあるものを発見。なになになに、なんでなんでこのところに。そう、びっくりした。さらにご飯になったら来た。あれあれちょっと寒くて大変なとこだけ来なくて、ご飯になったら来たんですけど、岩瀬さんご飯食べに来ました。いろいろ事務仕事もあるんで。ひどくない、家族です。大変だ。じゃあいっぱい食べましょう、一緒に。ありがとうございます。寝てたわけじゃないですよね。一瞬ちょっとこう落ちそうになりましたが大丈夫です、頑張りました。食べましょう。心なしか湯浅支配人の顔が寝起きのように見えたのはさておき、やってきたのはパドル食い。席に着くなりジュリナさんはインスタの更新。本当に休む時間がありませんね。これね、100いくんじゃないですか。行きますか。私のアップする気力次第ですけど。写真はね、結構あるよこれ。そうなんです、写真やっぱあるんだけど、そこから選ぶのが大変なんだよな。敏腕コーディネーターリーさんがおすすめするインスタ映え間違いなしのグルメ、その名も豚肉盛り合わせスペシャル。ギャー、お肉食べたいって叫んでるのもつかの間、シャッターチャンスは一瞬なんですって。あ、ちょっと待って、あ、じゃあ岩さんこれで。あ、ダメです、ダメです。これでちょっと待って。撮影班をぐいぐい煽るリーさん、さすが敏腕コーディネーター。アルコールをかけて香り付け、見た目も華やかで食欲を一層かきたてますね。最後に食べやすい大きさにお肉をカットしたら出来上がり。いただきます。よくあるみたいな感じだね。幸せそう。お肉柔らかい、おいしい。私の作戦はインスタのことをツナは一緒に忘れて一人で食べて、みんなが食べてる間に更新するって作戦。ご飯来る前に一人で更新して一旦忘れて食べて、考えながら食べると遅くなっちゃうかなと思って。もうおいしい。最高うまい。これちょっと一瞬ごちそうさまでした。インスタ映え100枚チャレンジは写真を撮るだけでは終わりません。たくさん撮った写真からベストショットを選び、よりおしゃれに見えるよう加工して、文章やハッシュタグを考え、ようやく1枚アップできるのです。ジュリナさんは言いました。今回のロケが今までで一番辛い海外かも。インスタの旅はまだまだ続きますが、スペシャルランチもまだ終わりません。締めはビビンバ。ビビンバピリ辛の味に海苔とチーズをトッピングして、さらに形はハート型。ハートだったの知らなかったけれどジュリナさんはまだ食べられそうにありません。そこでだからまずいわけないし、うまくないわけない。名言みたいな。これいります、この絵いります。これ食レポの天才湯浅支配に今回の名言をお願いします。
最後にかけたやっぱ海苔とチーズが溶けて、それとこの分かりますか、おこげ、このこれが香ばしくて、このおこげが美味しいです。ここおこげ美味しい。見てチーズいろんなものできねえよ食レポとか。インスタ更新もようやく一区切り。ジュリナさん本当にお疲れ様です。ハートだったの知らなかった。これまでの遅れを取り戻すべく、ジュリナさんがついに本気モード。怒涛の更新を行い、残りはようやく半分の50枚です。やばいね、これね。やっと半分。もう自分が更新してる間に全然知らないことが起きてて、この後松井ジュリナがぶち切れ。リアクションしづらい。一体何が起きたのか、はい、一応アイドルだし、はい、怒ってる怒ってるよ。いよいよこの後最後のインスタ映えスポットに向かうんですが、ちょっとありえないスポットだったんですよね。そうなんだよ。何見てみて。気になるね。見てみて、はい、それではどうぞ。さあ、インスタ映え100枚チャレンジを締めくくる最後のインスタ映えスポットとは。何これ、雪降ってきたの。そうこちらですね、インスタ映えするうんち博物館です。うんちのモニュメントがいっぱいある。私がインスタにアップするんですよ。そうですね、インスタ映え間違いなしですね。え、それをインスタにアップするの。それはもちろんですね。行ってみましょう。インスタ映えの映えが、そういうキャラじゃない。うんちですか。私そういうキャラじゃない。そう、カオタンとかさ、カオタンとかならいいよ。このハッシュタグ調子よ。悪意ある、悪意ある、悪意ある。韓国の浅草と言われる町インサドンにある通称ウンチミュージアム。こんなのあるんですね。こちらで残りの17枚の写真を撮影します。一体どんな施設なのでしょう。なんか好きな人が好きそう。これはダメでしょ。映せないのもいっぱいありますね。映せない。ビビっちゃう。さすがはうんち博物館。館内のあちこちにうんちのモニュメントがいっぱいです。そうなるよね。帰りますか。とっておきのスポットだと思ったんですけどね。帰りますか。せっかく韓国来たのに。結局ジュリナさん、ここでは1枚も写真を撮りませんでした。ジュリナさんにはハマりませんでしたが、館内ではこんな素敵な写真が撮れますよ。というわけで緊急ミーティング、スタッフさんが集まってこの後の予定を組み直します。ちょっとここで全部いけると思ってたんですけどね、うんち博物館で。ダメでしたか。全然ダメ。全然ダメですか。うんち、これはね、はい、プライベートで来るとこですよ。あ、プライベートだったら大丈夫ですか。プライベートでキャッキャして楽しみたかったけど、はい、リアクションしづらいし、はい、怒ってる怒ってる、はい、一応アイドルだし、はい、怒ってる一応。あ、ちょっとあれは気になるけど、美味しいうんこパン。美味しいうんこパンはこっちの事情知らないから、ね、知らないから、知らない。ダメです。美味しいうんこパンダメです。事情の事情知らないから、ダメだね。ちなみにこちらが美味しいパン。さて、スタッフここへ来て痛恨のミス。一体どうなっちゃうのでしょうか。ちょっとうんちがいまいちだったので、15分で10枚を取らないと。どっか10枚行きましょう。皆さんちょっと協力して。はい。こんな時でも頼りになるのがメイクさんなのに写真を撮りまくっているりょうさん。お土産屋さんで買った国旗を使い、道行く人とツーショット撮影。こちらの韓国の女の子、なんでもジュリナさんの大ファンなんですって。めっちゃそれ嬉しいですね。ありがとうございます。カムソンジャー。
ありがとう。空港着いた時もなんかファンの方が50人ぐらい待っててくれたみたいなんだけど、私が降り立った空港とファンの方が待った空港が違って、会えなかったの。韓国の浅草と言われているイーサドンにある全長約700メートルのメイン通りには多数のお土産屋さんが。残されたわずかな時間でインスタ映えするものを探すことに。いや、かわいい。あ、服はごめんなさい、シュリーさん、さすがに。受け止められちゃった。帽子いいね。帽子。帽子欲しい。買います、帽子。目に留まったのは韓国語で最高と書かれた帽子。お値段は約1200円。シンプルなデザインが最高ですね。残り10分を切ったところでようやく本気モードに突入。ようやくって買うことはできませんでしたが、写真はゲットで残り6枚。ホットック、ホットック。ホットクとは小麦粉などで作った生地で甘いあんを包んで焼いた、チュリナさんも大好きだというおやつ。これで残り5枚。ジュリナさん、早く早く。ちょっと、あ、岩さん、ちょっと食べてる場合じゃないですか。岩さん、うまい。うまいじゃないですか。ちょっと時間がない。はい、続いて、敏腕コーディネーターのリーさんがおすすめするアイス屋さんへ。おー、すごい。何何何何何、あれ、リオさんどこ行っちゃったの？これ全部コーン。店先にはインスタ映え間違いなしのカラフルなアイスのコーンが。しかし、いつも写真を撮ってくれるリョウさんがいない。1秒も無駄にできないこの大ピンチに救世主が。そう、我らが湯浅支配人が満を持してシャッターを切ります。頑張ってくれて大丈夫、動画撮ったから。皆さん却下です。時間ないんで。却下、やだ、なし、出番なし、出番なし。私嫌なやつ。ジュリナさん、高さと驚きを表現するため自撮りムービーを選択していたのです。その後も湯浅支配人の手を借りることは一切なく、自撮りでインスタ映え写真を連発していくジュリナさん。買い物がしたいからとプライベートを優先していたあの姿はどこへやら。不可能と思われた15分間で10枚の撮影も残り1枚に。ちょっともう、あ、集合写真を、あ、いいですね。じゃあ最後みんなで集合写真撮っていきましょう。じゃあジュリナさん真ん中で、はい、笑顔で。出たがりスタッフの発案で最後は集合写真。はい、たらーへよー。いかがですか、この写真。まばらな立ち位置からもその微妙な人間関係がうかがえる貴重な一枚。ある意味インスタ映えですね。すごい。じゃあ移動しましょう。もう飛行機が間に合いませんので行きましょう。さあ、いよいよチャレンジはクライマックス。果たして100枚アップすることはできるのか。最高、アシスト。中京テレビの無料動画アプリチューンでは全16話完全版を配信中。お見逃しなく。おそらくですけど100枚撮れただろうっていうので、あと1時間で残りをアップしていただくという。そうですね、はい、一回も諦めたことないもん。そうですよね。はい、行きましょう。写真厳選するところから始まります。そう、インスタ映え100枚チャレンジは写真を撮れば終わりではなく、より映える1枚を選び、文章を考えアップし、ようやく1枚としてカウントされるのです。タイムリミットは空港到着予定の17時まで。60、約10分で9枚の写真をアップしたジュリナさん、なかなかのハイペースですが。暖かい車内、心地のいい揺れ、適度な疲労、インスタ映え100枚チャレンジのラスボスはまさかの睡魔でした。睡魔。眠そう。眠そう。
重たいまぶたを必死にこじ開けインスタを更新するジュリナさんと、ここで朗報が。大渋滞なんですね。失礼します。空港のチェックインは慌ただしくなりますが、その分インスタの更新時間はアップ。交通渋滞によりタイムリミットが推定20分は延長されました。70。おー、ありがとうございます。これいけるんじゃないですか。残り55分間で30枚の写真をアップすれば目標達成。ジュリナさん、希望の光が見えてきましたよ。岩瀬さん別の車両にいらっしゃいますけど、多分岩瀬さんも喜んでくれてると思いますインスタ見て、おー、ジュリナ70いったって絶対言ってますよ。頑張って。時間に余裕ができたため少し休憩することにしました。ただし3分だけですよ。3分。あれ嘘。5分。あれすいません5分経ちました。やばいやばい、ディレクターさんもっと強く起こした方が良くないですか。本当に動き悪いんですよ、本当申し訳ない。じゃあプロデューサーさんも一緒に声をかけるとかって。あれプロデューサーさんも寝てる。もういるじゃないですか。お父さん、はい寝てなかったですか。いや、寝てないです寝てた。交通渋滞でできたプラスの時間がすっかりなくなってしまいました。うっそ、私そんなに寝てたの。ジュリアさん、口開いてるし10時になりました。30分あるかないか。やばい。なんとか一踏ん張り。空気の入れ替えでリーさんちょっと一瞬開けてもらってもいいですか。はい。窓開け作戦が功を奏して、とりあえず目を覚ましたジュリナさん、窓ガラスに文字を書き出しました。何書いてるの。一体何と書いたのでしょうか。えそろそろどうかな。寝ぼけてるもうやばいもうダメ。書いたメッセージはもうダメですが、これは完全復活への合図だったのです。ラストスパート、ジュリナさんからファンの皆さんへ力強い宣言。出てる。だってこれインスタをさアップしたらさ、ファンの方は喜んでくれるわけじゃないですか。はい、やっぱもうそのためだけに頑張れるよね本当に。みんながいてくれたから頑張れた。たとえ寒くても、うわもう苦手な貝が出てきても、大丈夫、動画撮ったから皆さん却下です。撮る人が下手でもジュリニャン、お買い物したいの。どうぞ。本当はずっと買い物がしたかったけれど、全てはずっと応援してくれているみんなのため、この道の先に待っているみんなを笑顔にするため、私は絶対に諦めない。なんだっけ。77です。絶対に絶対に諦めない。好きなんだけど。19。あの夕日のように私はファンのみんなを照らし続ける存在でありたい。なぜなら私はアイドルなのだから。すごい。空港に着いたらそこで終了とさせていただきます。やばい。じゃあこっち。そうでした。終了です。空港に着いたらそこで終了とさせていただきます。やばい。じゃあこっち。そうでした。終了です。というわけで、一泊二日の韓国インスタ映え100枚チャレンジ旅。
ジュリナさんが最終的にアップした枚数は81枚、残り19枚ということでチャレンジ失敗。失敗しちゃった。忘れ物ないように。じゃあもうこちらで終了になります。とりあえず降りましょう。降りましょう、はい、ごめんなさい、空港の中の撮影が撮れないのですごくこちらで。それは全然いいんだけど、はい、違う、まだ81枚。まあ、いや分かってます、枚数は100枚いってないのは分かってるんですけども、もうチェックインしないと日本に帰れませんので、すいません、こちらでチャレンジ終了とさせていただきます。やだ、え、悔しい、本当に悔しい。私なんで途中寝たんだろう。もう一回リベンジさせてください。ぜひリベンジしましょう、はい、あ、もう呼ばれてますね、行きましょう。行きましょう、行きましょう。感想を言う気もありがとうございました。じゃあもう行きましょう。失敗だったけど最高。最高の帽子。悔しいですね。悔しかった。あと19枚。うん、残り少し。分かってたのに寝ちゃったっていう。そうだよね。最初3分って言ってましたからね。そうですね。自分が悪い。もう自分の悪いところいっぱい見えましたこれで。もうダメだな。結構引いて取らないとね。はい、せーの。あー、かわいい。やっぱり一人じゃ生きていけないんだなって改めて感じた。それではまた絶対お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。インスタ映えですよ。無料動画アプリチューンをお見逃しなく。さらに現在第2弾を企画中。詳しくは番組公式ツイッターで。じゃあジュリナさんのおねだりまで3、2、1。ジュリニャンの大好きな SKE のこと、もっともっと応援してほしいにゃん。